に許し難い民主主義の破壊、そして沖縄の人たちの自己決定権の剥奪ともいえるようなこの土砂投入が今日、始まりました。本当に許せないと思います。今日集会を集まる皆さん、もう今日のこの集会を皮切りに、もうさらに諦めない戦いを沖縄の人々と連帯して引き続き行っていきたいと思います。ただいまより県民投票で示された民意に応え、土砂投入は中止を、辺野古新基地建設は断念せよ 3.25 集会を始めていきたいと思います。救助を壊すな実行委員会の岸山奈穂子です。よろしくお願いします。それではまず早速開会の挨拶に移らせていただきます。開会の挨拶は国会法医実行委員会から野平晋作さんです。お願いします。皆さんこんばんは。7割を超す人々が辺野古新基地建設にノーという、民意を示した沖縄県民投票の後、岩屋防衛大臣はこのようなコメントをしたそうです。沖縄には沖縄の民意がある。国には国の民意がある。それぞれ責任を負っていると、そうコメントしたそうです。岩屋防衛大臣は、沖縄県と日本政府が対話をしていく必要があるという意味でこのコメントをしたそうですが、沖縄県民投票の翌日から土砂投入を続行し、そして今日また違う区域での土砂投入を始めてます。拳を振り上げたまま対話をしようと言っているのに、これは等しいんじゃないでしょうか。そしてそもそも沖縄の民主主義と国の民主主義とこう並べて捉えるところ自体がおかしいと思います。今起こっていることは、沖縄の民意を受け止め、日本政府が政策を変更するかどうかということだと思います。つまりそれは今沖縄の民意を受けて日本の民主主義が問われているということであって、沖縄の民主主義を尊重できなければこの国に民主主義はないということだと思います。もう一つ、非常に悔しいんですけども、こういうコメントを許している一つの理由は、国会がまだ辺野古新基地建設反対ではないかというふうな言い方をしているんですね。そして世論も辺野古新基地建設反対はマジョリティではないということを暗に意味していると思います。こうしたことを私たちは許すことはできません。で、今から最後の行動提起の中で5月25日の国会法や、そして公開質問状のことなども提起されると思いますが、この集会を契機に国会の中でも、そして外でも、日本の民意も辺野古新基地建設は絶対反対だということを見える形にしていく、その契機となる集会に今日はしていきたいと思います。皆さん共に頑張りましょう。皆さんどうもありがとうございました。今日はお忙しい中、国会議員の皆さんが駆けつけてくださっています。到着順でご紹介させていただきたいと思います。まず最初に日本共産党衆議院議員の赤嶺政権さんです。お願いします。集会にお集まりの皆さん、大変ご苦労様です。日本共産党の赤嶺政権です。私は、衆議院の沖縄一区から、オール沖縄の代表の一人として、国会に送り出していただいております。今日の、土砂投入、本当に、大きな怒りが湧いてきますが、地元新聞の琉球新報の、社長さん、今は会長さんになっておられるんですが、去年の12月に、玉城デニー知事が誕生した直後に、土砂の投入が始まった。それに対して、海は埋め立てられても
沖縄の魂は埋め立てることはできないと、このような発言をしておられます。で、強硬なやり方を取れば取るほど沖縄県民は怒りに燃えて、基地の建設を止めるために、全力を挙げていく、これは、この間20年間、戦ってきてみて私たちの実感であります。官房長官は沖縄のことを何も分かってないくせに、沖縄の、歴史を紐解いたこともないくせに、普天間基地の問題の原点は危険性の除去だと繰り返しております。これは歴史を歪める全くの間違いです。普天間基地の問題が日本の政治の中心課題、日米間の中心課題になったのは1995年に起こった少女暴行事件でありました。小学校5年生の少女が3人の米兵に暴行をされて、犯人は基地の中に逃げ込んだ。沖縄の警察が身柄の引き渡しを要求したら、日米地位協定によって身柄の引き渡しが拒否をされた。その時沖縄県は橋本内閣に対して、こんな理不尽なことは許せないと、それが日米地位協定によって決められているのであれば地位協定を改定して身柄の引き渡しを行うべきだと、こういう要求をしました。日米同盟の大事さもわからない、日米の抑止力の大切さもわからない沖縄県民は、本当に、日本の安全保障問題について無頓着だという態度を取られたんです。誰が同胞の少女を暴行されて基地の中に逃げ込んだ犯人の身柄引き渡しを要求して日米同盟の大事さをわからない県民という、そんなそしりを受けなければいけないんですか。そんなことは絶対に許されないと思います。その後怒りに燃えた沖縄県民は1995年10月21日8万5千人の県民大会を開催し、日米地位協定の抜本改定、そして米軍基地の整理縮小、これを求めて立ち上がりました。あの時に米軍は恐怖を持ちました。このまま沖縄県民の怒りを拡大させていったら沖縄から米軍は追い出されるかもしれない、そういう恐怖心が湧き上がるような県民規模の戦いが1995年に起こったのであります。なんとか県民のこの怒りを鎮めたいと言って引き換えに持ち出してきたのが普天間基地の返還でした。しかしその普天間基地の返還に当初移設条件がついているなどと夢にも思いませんでした。しかし数日経つとこれは移設条件付きで、最初は嘉手納基地に移すと、こういうところから始まったわけです。移設条件をつけることなんてとんでもない、普天間基地はもともとあの戦争中に住民から土地を強奪して米軍が国際法に違反して取り上げた米軍基地、返すなら無条件に返すべきだと言って我々は戦ってきたのであります。移設条件をつけるの、こういうことを条件にしたら普天間はいつまでも帰ってこない、普天間の危険性除去を言うなら一刻も早い運用停止であり、一刻も早い無条件撤去こそ求める道であります。これを沖縄と日本の国民全体が連帯して戦っていこうではありませんか。よく、岩屋防衛大臣、政府の民主主義、沖縄の民主主義と言いますが、これは産経新聞の受け売りであります。去年の12月に各紙が知事選後の世論調査をやりました。まあ、いろんな新聞が、沖縄県の
農耕に反対を支持しますか支持しませんかと世論調査で聞いたら辺野古反対が圧倒的多数でした。産経新聞はこんな聞き方をしたら辺野古反対が多くなるに決まってるということで工夫を凝らした問いを、世論調査で行いました。日本国民が選挙で選んだ国会議員の多数が賛成してる辺野古にあなたは賛成しますか、レニー知事が反対してる辺野古に反対ですかという世論調査をやったんです。やった結果はですね、沖縄県民の民意を尊重すべきというのが産経新聞の6割の世論調査に答えた6割の答えだったんです。岩屋さんはその答えまではもしかしたら忘れているかもしれない。あなたが愛してやまない産経新聞でさえそういう回答が出てるんだと、沖縄はじめ日本の国民は辺野古に反対だということで、我々も絶対にくじけないで揺るがないで全力挙げて頑張っていこうではありませんか。共に頑張りましょう。小峰政権さん、どうもありがとうございました。それでは続きまして、沖縄の風参議院議員の伊藤克恵子さんです。お願いします。反対愚数用中がなびら、皆様こんばんは。ご紹介いただきました沖縄の風伊藤和恵子でございます。先ほど赤嶺政権さんの方からもう大変な怒りの思いを込めて皆様にアピールをしてくださいました。本来なら伊波洋一さん沖縄の風ですので、しかも外交防衛委員会ですので、お話をさせていただいた方がいいのかなと思いましたが、私はまだほっかほっかで沖縄の風というよりか沖縄の怒りを今日実は6時半、朝の辺野古の海で、そして多くの仲間たちと怒りを共有してまいりましたので、改めまして私の方からお話をさせていただくということになりましたので、よろしくお願いいたします。さて今日このような会を持っていただきましたことに心からの感謝をいたします。実は山城博さんともどもですね、本日県民の多くの方々に呼びかけて土砂投入は許さない、3.25 県民集会ということで、辺野古の方に、待っておりましたけれども、8時30分になってようやく人が集まってきたかなというのが実は実感です。なぜかと言いますと、私も含めてなんですが、これだけ1700日以上も私たちが座り込んで、そして戦って知事選挙も当選をした、さらには県民投票も知事選挙を越すような43万というたくさんの県民の民意というのが示された。でも示されてもなおかつ昨日菅官房長官は県内の行政視察と言っておりますけれども、本当は島荻奈美子さんのこの応援のために実は大半の時間を使って沖縄にやってきました。選挙運動でやってきました。ですからこういうことが地元のテレビや新聞に紹介されますと、ある意味これだけ頑張ってもまた土砂投入をされてしまうのかと、片方には本当に県民の不満や怒りと一緒に諦めのムードというのもどこかにあるんですね。ですから本当に心配をして待っておりましたら、やっと島ぐるみのバスが来まして、私9時ごろ挨拶を終えてここに向かったんですが、やっと多くの仲間たちの顔が見えて本当にほっとして上京したところであります。私は何を言いたいのかと言いますと、先ほどの話にもありました、民主主義というのはやっぱりその地域に住んでいる人の思い、そして何よりもその根幹には命と暮らしを守る、それが政治の大きな目的だと思いますが、そういうことを無視して全く県民の思いというのが届かないような日本の政治というのは、まさに亡き翁長知事がおっしゃいました、もう政治の劣化であり、本当に日本の政治がこれからどのような方向に向かっていくかということ、もういつもその
矢面に立たされている県民というのは、どれだけ思いを届けようと思って躍起になっても届かないというところに対するあるところでの諦めにも実はつながりそうな、そういうところなんです。でも諦めたら負けるわけでして、私たちは今の安倍政権を打倒するためには本当に最後まで諦めてはいけないという、その思いを実は強くして、たくさんの仲間たちに、じゃあ国会で、しかも今日稲嶺進さんと一緒に、あの国会の、まあ、中でもそうですし、また、外でもそうですし、今日のこの集会でも一緒に戦ってきますからねと私は宣言してやってまいりましたので、もちろん諦めてはいません。でも気持ちが萎えるような状況を次から次に政府が作るというのは、先ほどの沖縄の民主主義と日本の民主主義と、まあ、違うようなことをおっしゃる方が閣僚にいるわけですから、それを考えてもやっぱり私たちは奮起して頑張っていかなければいけないというふうに思います。土砂投入ももう県民の私たちの運動を諦めなさいというような、そこに向かう状況でありまして、でもいくら政府がそういうことをしても県民は負けませんし、そしてこうやって多くの仲間たちが一緒になって戦うという意思を表示してくださっているということは、沖縄の問題だけではなくて、この問題は日本全国の国民が共有しなければいけないんだということを改めて皆さんと共有したいと思います。国民だけではありません。今デニー知事はハワイに行っています。ハワイでも多くの仲間たちがまた改めてノブ・カジュラさんの行動に呼応して署名運動を始めています。本当の意味での民主主義をアメリカのいわゆるホワイトハウスに届けるための動きも今広がっておりますし、それから沖縄県内では今実は、アメリカの高校生がやってきて、沖縄の思いをアメリカの若い方にどうやったら伝えられるかということで、今一生懸命ビデオを通して私たちの思いを受け止めて、これを発信しようという動きがあります。これまでになかった新たな動きが世界中に広がっているということを考えましても、残念でございましたが、本当に涙が出てきましたけれども、ジュゴンがああやって私たちに訴えていることは何かということなんですね。この環境を守ることは、生物の多様性、本当に豊かなこの沖縄の海を守るということは、ある意味地球上の多くの生き物を私たちが体を張って守っていかなければいけないということを訴えていると思います。残念でありましたけれども、その個体が、打ち上げられた時の悲しさと悔しさ、本当に命を大事にするというのは私たち人間だけではないということ、海底のサンゴも含めて多くの生き物が種の保存ということも含めていくと、やっぱり私たちは辺野古を守っていかなければいけないということを強く強く感じました。今日私こちらに来る前に、元の千葉県の県知事でありました堂本明子さんたちを中心として、女性が超党派で10名以上の集まりがありましたが、そこで今日集まっている皆さんに本当に伝えてくださいと言ってました。無理やりに私たちが口を本当に強制的に開きなさいと開けられて、その中に土砂を入れられるような、そのような思いで沖縄のこの辺野古を見てますよと。ですから私たちも皆さんと同じように本土にいて、沖縄の問題は沖縄の問題ではないと、日本全体の問題であり、戦争に立ち向かっていこうとしているこの安倍政権に対する大きな国民の動きにつなげなければいけないんだということを必ず伝えてきてくださいと言われて、私はやってまいりました。そういう意味でも本当に土砂投入許さない、そして辺野古の新基地作らせない、その思いで頑張ってまいりたいと思います。沖縄の風伊波洋一さんともどもに、国会内外でこれからも皆さんとこうして頑張ることをお誓いいたしまして、ご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。佐々木聖子さん、どうもありがとうございました。それでは続きまして、立憲民主党衆議院議員の阿部智子さんです。お願いします。
改めまして皆さんこんばんは。そして先ほど来の赤嶺さん、あるいは糸数さん、本当にもう振り絞るようなお話を、私は本土の側の人間として半分は申し訳なく、でもこういう状況に追い込んだ安倍政権、私と同じ安倍なんですけどあいつ話してきます、あの人を許さないぞと、この政治を許さないぞという思いで少し連帯のご挨拶をさせていただきます。冒頭は噂の菅さんからいきます私はあの神奈川県なんですけれど、沖縄に次ぐ第二の基地県ってよくそういう言われ方をします。確かに沖縄に作ったって沖縄の日じゃない、でも神奈川も騒音を含めていろんな問題に悩んでいます。でももっと悩んでいるのが例の菅さん、何を言いたいか、沖縄でも今ろくでもないことをしているようですが、神奈川でも私たち立憲民主党カジノに反対をしています。沖縄にも誘致しようとする人たちいるようですが、横浜にカジノなんていうことを本当にこの国を賭博の国にするのかというようなことを推し進めたい菅さんは、私たち立憲民主党は今県知事選挙ですが、カジノはいらないっていうふうに明確にして知事を推薦もしようと思いました。ところがカジノをいらないという立憲民主党に推薦をさせてはならないと介入してきたのが菅さんでありました。もうあらゆる悪事の数々はもちろん表立っては安倍晋三さんかもしれません。でもあの内閣全体の中に救う、すなわち今官僚も忖度だらけ、嘘は日常茶飯、壊れてしまった統治機構、外交的孤立、経済的行き詰まり、どれをとってもあの大戦に向かう時のその様相そのままの日本の危機をその根底で支えているのが今の菅官房長官体制だと思います。私たちは神奈川で戦います。もちろん沖縄にも連帯したいから行って戦います。先だって私も排除してもらいました。あの立憲民主党って排除されてできたそうなんですけど、沖縄に行ってもですね、まあ、ちょっと基地の前に座らせていただきました。だって土砂投入するなんてけしからんじゃないのと思って座っておりました。そしたらどきなさいって言うから、どけませんって言いましたそしたらわざわざ要介護状態みたいに横から持ち上げて排除をしていただきました。これ一つとってもね、本当に多くの国民が心を痛めてます。今のこの土砂投入に対して、そして特に私は本土側から沖縄の皆さんに本当の意味の連帯をしたいがために、この間何回も何回も沖縄に行き、もちろん県民投票の時も玉城さんの知事選の時も行き、そしてただ行くだけじゃなくてもう一つ何かやったろうと思って、皆さんあの今スパイ戦士っていう三上さんの映画ご存知ですよね。あの映画の背景には沖縄の北部で五協隊と言われて少年兵がたくさんスパイ活動を強いられた、その少年兵が戦後 PTSD は今時の戦争で始まったわけではありません。あの沖縄戦の最中に PTSD になった少年兵が座敷牢、まあ支度監視の中で過ごした跡地を見てきました。戦争が何をもたらすか、少年たちの人生を壊し、その後の本当に生きていくその未来までも奪っていたことを私は見て、そしてこの映画を全国で広めねばならないと思って、私は今そういう活動もやっています。とにかく戦争ほどむごいものはない、新たな基地建設はその最前線を作ることです。もう再び沖縄の人々にこの途端の苦しみを、本土決戦の前哨戦としての沖縄戦を味わわせてはならないと強く思いますので、今日のこの場を皆さんとまた
石固め、決意固めにして100倍返しで戦っていきたいと思います。本日はお疲れ様です。今社会民主党の吉川さん、今こちらに向かってらっしゃるということなので、進めさせていただきたいと思います。ですね、この間本当に野党合同、そして超党派でヒアリングに取り組んで、来てくださっています沖縄米軍基地問題議員懇談会 の事務局長の石橋道弘参議院議員、お発言いただきたいと思います。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。ご紹介をいただきました。実は国家、今日お見えいただいている皆さんはすでにご存知の方も多数おられるかもしれませんが、国会で超党派の、議員有志で、今57名の、衆参国会議員に参加をいただいておりますが、私たちで、沖縄等、米軍基地問題議員懇談会という懇談会を、もう随分長くなります。今日お見えの皆さんにも、参加をいただいて、みんなで一緒に、このとりわけ辺野古の基地建設絶対に許さないという思いで、活動を展開させていただいております。その議員懇談会で、今事務局長を拝命しております参議院議員立憲民主党所属の、石橋道弘でございます。まず今日こうして多くの皆さんがご出席をされて、改めて絶対に辺野古の基地建設許してはいけないんだ、許さないんだという思いを共有いただいていることに心から敬意と感謝を表したいと思いますし、心から連帯の言葉を申し上げたいと、まずもって申し上げたいと思います。なんて言いますかね、もう今日また新地域に土砂が投入されたということで本当に悔しいですし、私たちも怒りで、震えております。今日ぜひ最初に私たち議員婚と亡くなられたお長さんとの、活動の一端をご紹介したいと思いますが、私も最初にお長さんと直接この辺野古の問題でお話をしたちょうど4年前です。2015年の2月ですから、お長さん当選されてまだ2ヶ月余りの時期でした。私たち議員懇で辺野古の視察当時行かせていただいて、まだ埋め立て始まる前ですけども、実際に現地に入って、そして当選間もない尾長さんと意見交換を密かにさせていただきました。その時すでに尾長さんは我々に力強い決意を、面と向かって言ってくださいました。これが県民の意思ですと。私はその県民の意思でこの知事に選ばれました。必ず辺野古建設阻止します。だから応援してくださいと、まっすぐ私たちの目を見ながら尾長さん言っていただいたあの顔を忘れません。その顔を忘れずに我々議員懇でも引き続きその後も尾長さんと思いを共有しながら一緒にさまざま運動取り組みをさせていただきました。もう一つ、2016年の年末に密かに東京にわざわざ私たちに会いに来て、くださいまして、改めて議員懇の皆さんに応援ご協力ご支援をお願いしたいと、最高裁判決も出てこれからどう運動再構築していこうか、そういう局面の中でもう一度沖縄も頑張りますと、ぜひ国会でも応援をいただきたいということで内々で会いに来ていただいて、その後2017年の頭から私たち議員懇でも改めて運動を強化していこうと皆さんで思いを共有させていただいて、以来毎年毎、2017年2018年それぞれ年間15回から20回、ほぼ2週間に1回省庁ヒアリングを重ねさせていただいて、次々と、沖縄県からいただいた要望も含めてさまざまな問題を防衛省、外務省、環境省をはじめ関係省庁に投げさせていただいて、
沖縄のバックアップをさせていただいてまいりました。ただ残念ながら皆さんにこのことは欠けれなしで申し上げておきます。沖縄県民に寄り添うと言い続けてきた政府ですが、とてもじゃないですけど、私たち野党ヒアリング、議員婚のヒアリングに対する政府の対応はとんでもないです。要求した資料は出さない、質問には答えない、問題ははぐらかし、同じ答弁を繰り返し、どっかの総理大臣と同じですねなんでこんなことが蔓延しちゃったんでしょうか。悔しながらこの2年間その連続でありました。でも私たちは、今日辺野古に何度も入られた皆さんもおられると思います。辺野古の最前線で立て看板ありますね。諦めない、勝つことは諦めないことなんだという、まさに沖縄県の皆さんから私たちも教えていただいた、政府の対応はとんでもない、繰り返しいい加減だ、でも絶対にそれで私たちはくじけないし諦めない、同じ質問を何度も何度も繰り返し投げさせていただいて、いくら不誠実でも絶対に逃がさない、離さないという思いでこの省庁ヒアリングを重ねさせていただきました。明日の朝もやらせていただきます。ぜひ私たち繰り返し今後も対応させていただきながら、皆さんといかに政府が不誠実な対応を繰り返すのか、でもそこから得られたこともあるので皆さんと共有させていただきながら共闘させていただきたいというふうに思いますので、今後の議員婚の私たちの対応もぜひご注目をいただいて、そして私たちがさまざまな対応する材料、また皆さんも材料として使っていただいて、今後の運動にぜひ生かしていただければというふうに思います。まあ、私たちがこれまでこの毎年毎年15回から20回省庁ヒアリングで取り上げた課題、まあ、多岐にわたりますので、ここで全部ご紹介することは多すぎてできません。いくつかもうすでに沖縄の皆さんとに分け共有いただいたと思いますが、象徴的なことだけ、共有させていただければ、まあ、私たちまず今大問題になっておりますが、ボーリング庁舎の問題はもう2年前からやってるんです。すでに最初に公表された、ご存知ですね、B26、B28 のボーリング庁舎の結果で、すでに想定外の軟弱地盤だ。で、専門家の皆さんがすでに2年前からマヨネーズ並みだということはずっと言ってきたわけです。だから我々は一刻も早くその調査結果を明らかにせよと言っていたのにもかかわらず、いやまだ調査は終わってませんと、終わってませんから出せませんと2年間言い続けてこの始末です。いかにとんでもない対応か、改めてそのことは皆さん申し上げておきたいというふうに思います。辺野古ができても普天間は帰ってこない、これもう皆さんはご存知ですね。普天間返還8条件の問題を我々も重ねて追求してまいりました。緊急時の滑走路、これが確保されなければ普天間帰ってきません。返還8条件が整えませんから。これ実は多くの皆さん、まあ、ごまかされてるのもあって、まあ、政府はね、辺野古ができればあたかも普天間帰ってくる、いや辺野古ができないと帰ってこないんだみたいな言い方するので、多くの皆さんがそうか、辺野古ができれば帰ってくるんだ、嘘です。普天間8条件はまだ確認されておりません。とりわけこの緊急時の滑走路の問題が解決されなければ帰ってきません。なので解決されてないんです。このことも改めて皆さんには共有をしておきたいというふうに思います。2年前に、緑川区保育園、それから普天間第二小学校に米軍機の部品が落下した問題、ご存知だと思います。まあ、第二小学校の方は、まあ、米軍もそれを認めていろんな対策を講じているわけですが、緑ヶ丘保育園の部品落下は未だに認めていない、一歩も動いてないのもご存知かと思います。まあ、この辺も実は我々さまざま策を講じまして、少し今対話が始まってまいりましたので、なんとか動かしていければと思いますが、
子どもたちの危険がさらされています。何としても子どもたちの命を守る、このことについては我々も引き続き追及して対応を図っていきたいというふうに思っています。もう一つだけ、実は、ここにまた重ねてここにおられる皆さんは辺野古の、核密約の話はよくご存知かと思います。なぜ辺野古かというと、辺野古には弾薬庫があるんですね。でかつてその弾薬庫に核兵器が密造されていたわけです。返還の時にそれが、核なき返還ということで持って帰られた。でもそこにまた密約があって、またいつか有事の際には辺野古にまたきち核兵器持ってくるというまた密約があって、そしてだからその辺野古に基地建設を作るということもあるわけですが、これも有名な話ですね。秋葉メモ、2009年にオバマが核なき世界と言った、その後核の体制見直しの議論をやった時に日本が当時慌てたわけです。いや大変だと、核なき世界なんか作られたら困ると。なので慌ててオバマのその核体制見直しの議論に当時の今の外務事務次官秋葉さんが行って、そしてとんでもない発言してるわけですね。何としても核体制は日本の核の傘は守ってくれと。そしてまた、辺野古ができた時にはこの核密約、辺野古の弾薬庫、核を持ち込むことも含めてというような発言を実はしてるわけですね。もちろん政府を認めておりませんし、一生懸命それを隠しておりますが、こういうことも辺野古の基地建設には絡んでいるということ、そのことも我々は、議員本で追及させていただいておりますし、引き続きこのことも追及していきたいというふうに思っています。マイクにいとまがありませんが、これだけ多くの問題を抱えている基地建設の問題です。重ねて引き続き私たちも皆さんの思いをしっかりと、ぶつけていくべく、今日お見えの皆さんも含めてしっかりと政府追及していきたいというふうに思っておりますので、どうか決して諦めないという思いを共有させていただいて、一緒に戦っていければというふうに思います。絶対に民主主義の破壊は許さない、立憲主義の破壊は許さない、そして沖縄の民意の破壊、冒涜は許さないという思いで頑張ってまいります。これからもどうか多くの皆さんのお力添えよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。皆さんどうもありがとうございました。それでは社民党の吉川はじめさんがお見えになられましたので、ご発言いただきたいと思います。社民党衆議院議員の吉川はじめさんです。お願いします。皆さんこんにちは。こんばんはでした。失礼いたしました。社民党で幹事を務めております衆議院議員の吉川はじめです。ちょっと今日は飛行機の関係で到着が遅れてしまい大変申し訳ございませんでした。本日は集会に結集された皆様に、心から、感謝を申し上げたいと思いますし、また共に、社民党も皆様と戦い抜く、その決意を若干述べさせていただければというふうに思います。各党の皆さんから、そして今石橋さんからも お話がございました。本当に政府の対応、許しがたい対応が続いております。今日も新しい校区にこれだけ多くの反対の声があるにもかかわらず、新たな土砂搬入がスタートいたしました。実は先般行われました県民投票、圧倒的多数の方が辺野古への土砂の投入反対という意思を、県民の意思を表したあの県民投票の後に、実は衆議院の総務委員会で総理が入るということで、この問題一点に絞って、社民党小さいもんですから質問時間がわずか7分しかありませんでしたが、この問題一点に絞って、正しました。県民投票の、結果どう受け止めるか、いつものパターンでありますけれども、総理は真摯に受け止める。そして、私はいつも日頃総理は、県民の心に寄り添うと言ったけども、その姿勢は変わらないのか。変わらない。じゃあ先般県民の意思が示された土砂投入に関して一時中断をして、知事と話し合う、県民と話し合う、そういう場を設けるべきではないか。そういった途端に日本語が通じなくなりました。ただひたすら基地負担の軽減のために努力するオスプレイを、岩国に持っていった。私は何度も聞きました。そんなことは聞いていない。県民の意思、この意思を真摯に向き合い、そして寄り添うのであれば、一時中断、せめて一時中断を検討すべきではないか。
3度ほど押し問答しましたけれども、結局最後まで日本語は通じませんでした。これが今の政権の本質、体質であります。有無を言わせず工事を強行し、そして反対する人たちの諦めを誘う。もう諦めろ、我々はそんなわけにはいかないというふうに思います。今日辺野古では抗議の集会が行われました。我々社民党の仲間もその集会に参加をしております。絶対に諦めない、そしてこの新基地建設を許さない、その戦いを社民党も皆様と全力を挙げて取り組んでいくことをお誓い申し上げまして、連帯のご挨拶をさせていただきます。共に頑張ってまいりましょう。吉川さん、どうもありがとうございました。それではこちらで本当にもう毎度のことで申し訳ないんですけど、皆様いろんな集会に行かれてカンパをされていると思うんですけれども、こちらの会場を借りたり、今後もですね、5.25 など最後の行動提起もあるように、いろいろこの戦いに対して、いろいろ集会ですとか、大きな行動をやっていかなければなりません。そのためにも本当に全部カンパでまとなっていますので、申し訳ないんですけれども、カンパ隊が今緑のスタンプをしてまいりますので、カンパをよろしくお願いします。それではですね、この後ですね、映像の方を少ししていきたいと思うんですね。これは10分ほどの映像なんですけれども、森の映画社っていうところから出していまして、2018年去年の12月14日、もう忘れもしませんよね、土砂投入が始まった時です。そこからの辺野古の映像、ドローンとかそういったもので作っているんですけれども、映像を流していきたいと思います。ご覧になりながら、カンパスの撮りだと思うんですけれども、すいませんが、少し暗くして映像の方に切りたいと思います。そうです、あと皆さん、国会議員の皆さんの、退席される方もいらっしゃると思いますので、今一度皆さん連帯の拍手をお願いします。映像ができるまでの間、少し宣伝させていただきたいと思います。総がかりで初めてパンフレットを出しました。沖縄辺野古から見える日本の姿というパンフレットを外で販売してますので、800円です。ぜひお買い求めください。音声が
由が今日あったにしても、まだ後戻りできないという状況ではありません。私たちの子供や孫や次の世代のために、今私たちが頑張ってるんだということを示すこの場であります。今日お越しの小長武史夫人の美紀子さんが、小長は最後に言った、こう言ったと言ってくれました。最後は現場の力に頼るんだ、最後は現場の力が止めるはずだと言って、思い出の方々よ、お集まりの皆さん、そうでしょう。ぜひ県議会も国会の先生方も頑張ってくれるでしょう。しかしやはり最後はロシアの家の行為に対して抵抗するのは私たちです。芸人の前でトラックを止めましょう。海域で船舶を止めましょう。浜の海で、長官の海で排出する船を止めましょう。会社側の正式な回答なのか。
だから責任ある人と会って話をして、私たち文章をきちんと出して、それについての回答が今日できないのはできないでいいですよ、次のもいいんだ、そのことだけはやり取りはしてもらって、してからももう1700日近く、過ぎているという状況が、先ほどのビデオでも一部、紹介を、いただきました。なぜそこまで私たちウチナーンチュを追い詰めていくのか、
なんでそんなことができるのか。私たちウチナーチにとってはとても信じられない。5500日、1700日というのも、これもまたごく一部。今起きている状況はもうすでに73年、74年前に起きている。あるいは琉球処分という1879年の廃藩置県琉球処分に、始まって、それからずっと構造的な差別という中で沖縄は虐げられ、そして人権をも否定をされる。日本も太平戦争に、日本も太平戦争に負けて、マッカーソーの下で植民地の時代を経験をした。1945年に戦争が終わり、1952年のサンフランシスコ条約の締結によって日本は独立し、主権を取り戻したというそのことになっておりますけれども、沖縄はそのサンフランシスコ条約の中でアメリカに人質に取られ、その人質というのはいわゆるサンフランシスコ条約と同時に、同日に締結された安保条約、安保条約に基づいて次に締結された日米地位協定、当時は行政協定というふうに呼ばれておりますけれども、その時から沖縄は今の状況がずっと続く。でも最近は特にひどくなった。植民地の時代もありました。先ほども言いましたように、私たち沖縄はそれから1952年からさらに27年間米軍の植民地として統治下の下で、沖縄の自治は神話だとか、ネズミは猫が許す範囲でしか遊べないだとか、こういう状況の中で自治もない、人権も全く認められないという状況が27年間続いてまいりましたけれども、先ほど今よりひどくなっていると申し上げましたけれども、日本は今でもアメリカの植民地状態じゃないのかということを、アメリカの言うこと、いわゆるもう従属というか隷属というか、こういう中でずっと政権がペコペコしている。で、沖縄はどうかというと、また国内植民地同様の扱いを受けている。植民地政策というのはいわゆるアメとムチの政策です。分断の政策です。それが今現に沖縄で行われているというのが現実。そしてそれが象徴的に現れているのが今の普天間の問題であり、辺野古の問題である。したがって米軍基地の問題、辺野古の問題は民主主義の問題であり、そして地方自治に関わる大きな問題であり、人権問題であります。我々はこれまでもずっと基地問題は即人権問題だと
ということをこれまでもずっと言ってまいりましたけれども、まさしく民主主義の問題であり地方自治の問題である。先ほども紹介がありましたけれども、県民投票が終わってその結果を受けて岩屋防衛大臣は沖縄には沖縄の民主主義があり国には国の民主主義があるというようなそのことを言ってのけたというようなそのことがありますけれども、これこそ本当に差別以外の何者でもないというふうに私は思うんです。石橋さんのお話もありましたけれども、あるいは他の皆さんからもありました、政治の劣化とかあるいは堕落だか、これは尾長さんもお話をしてそのおりましたけれども、それをまた忖度だとかいうような形で官僚が支えている。政治の劣化も堕落もあるけれども、官僚もまた腐敗にして総がかりで政治も官僚行政も総がかりで沖縄に襲いかかっているという、これが今の現実です。でも私たちは諦めずに73年も頑張ってきたので、これからもその思いは変わりません。それもまた沖縄だけでできているというふうには私たちも思いません。今日集まりの皆様のためのように全国から大きな連帯支援のお力をいただきながら、私たちも今また現場で頑張れるというふうに思っています。今日ここにおいての皆さんの中にもたくさんオルワンのカヌーに乗ったり、あるいはゲート前に座り込んだりという方々がたくさんいらっしゃるかというふうに思いますけれども、そういう全国からの支援連帯が私たちをまた頑張っていただいているというふうにこう思います。県民投票では72%の反対の民意が表されました。この民意に対して全国はどのように受け止めただろうか。全国の知事にアンケートを取ったら2つの県だけが沖縄の民意にしっかりと向き合うべきだというふうなそのことをお答えになったというようなそのことがありましたけれども、その他ほとんどが他のですね、その他ほとんどが基地問題や外交や防衛は国の戦艦事項だとコメントする立場にないだとか逃げ回っている。しかし本当にそれでいいんだろうか。今沖縄に押し込めとれば自分たちはその陰で安心して過ごせるというふうに思っているのではないんだろうか。安倍首相もなんで沖縄にこれだけの基地が集中しているのかという質問に対して、他の都道府県で受け入れてくれるところがないからというふうに言いました。総理大臣が首相がこんなことを言ったのは初めてです。他のところで受け入れないから、だったらじゃあ沖縄だったらいいのか、なんで沖縄だったらいいのか、そこに説明がつくでしょうか。説明できるはずがないと思います。これまで辺野古に基地を移すのは抑止力だとか地理的優位性だとかというようなそのことがよく言われました。でもそれも
以前の森本防衛大臣は戦略的には何も沖縄でなくていいと、政治的に沖縄がベターベストなんだということを言いました。そこから言っても沖縄に置くべきという根拠というのはもうすでに論理を頭にしている。もう一つ、稲田防衛大臣は辺野古ができたらすぐ辺野古は普天間は返せるのかと言ったら、いやそうじゃないと、先ほど石橋さんも言っていましたけれども、返還の普天間返還の8つの条件があるというふうな説がありました。それらがほとんどまだクリアされていない、したがって辺野古ができても普天間は返還されないという、そのことです。防衛大臣、2人の防衛大臣、現職の防衛大臣がこんなことを言った。しかも今の大臣は沖縄には沖縄の、国には国のというようなことを言った。一体この国の防衛大臣は本当に資質も含めて代表と言える人たちいるのだろうか。私が市長をしている8年間の間にですね、防衛大臣が防衛大臣がですね、12名ぐらい変わりました。一番短いのは3ヶ月でしたですね。本当にこんなにコロコロ変わるその、セクションでですね、国の防衛なんて本当に議論できるのか、まあ、あれは任せられるのかと言いたいですね。一時間半でこんなような調子でこうやっていますけれども、私たちはまあ先ほどのビデオでもありました、あの中で皆さん気がついたことがあると思います。昨年の12月14日に土砂埋め立てが始まったという時の映像がありました。あの映像を見てですね、皆さんどう思いましたでしょうか。もう国はですね、あの時から、いやもう、後戻りできないんだと、諦めろだとかというのはそのことを、あの頃からこう言ってました。でもあの映像を見て、皆さんよく気がついたかと思うんですが、あの埋め立てた時のですね、あの状況を、少しもう一度ご覧になって、あ、違う。この場面がありましたですね、ちょっとご覧になってみてください。最初に埋めてた頃はですね、岩だらけです。いわゆるこの砂浜からですね、浜辺からもうすぐ近くのところにあり、もうそれこそまだ陸と変わらないような状況、こういうところを埋めてもう後に引き戻せないんだとかいうようなそのことを言うんですね。で、今日からまた新しいエリアに土砂投入をする。これもその一つの延長です。また一つだけ違うのは、2国のとこ、今2番目に土砂投入する場所には、ジュゴンの餌場が含まれております。前の県知事中山さんが埋め立て承認をしたときに、留意事項という、もつの留意事項というのをこう、その留意事項の一つに自然環境の保全ということで、工事を着手する前にサンゴであったり藻場であったり、そ
それからウミガメの産卵地であったり、これらをきちっと対応した後に工事に着手するようにという留意事項がついているんです。しかしこれら何一つ守っていません。ですから今埋め立てを始めているこの状況は全く違法です。いわゆるアセスによって認められたものが、その認められたということになっておりますけれども、そのアセスに反していることを今やってるわけですから、これは全く違法な状況がずっと続いている。それもそれでもなお国は法律に向かってやっている。日本は法治国家だと皆さんも法治国家、こういうようなことをやっていて法治国家と本当にこう言えるのか。別の言い方をすると放り出している法治ですよ法律を放り出している法治、こんな状況が今続いているというその状況なんですけれども、でもはっきり言えるのはですね、はっきり言えるのはみんな国民に対してもですね、もう 後戻りできない、だから諦めなさいというようなそのことと、もう一つはアメリカに対してきちっと予定通り計画は進んでますよということを言わんがダメなんですね。工事がちゃんと進んでますよということをですね、しっかり、説明したいという、そういうふうにこう思うためにそれはやって、でもそれは絶対にできないんです。完成しないんです。この飛行場はそれはなぜかと言いますと、皆さんすでにご承知のように、軟弱地盤があります。軟弱地盤は水面下から90メートルはもうあるというところですね。これはもう世界でもまだ、それに、実績がないというふうにこう言われている中で、この場合は防衛大臣は70メートルまでやればその下には硬い赤土の層も含めて硬いパンがあるから大丈夫だという答弁をした。ところがじゃあ本当にその場所で調査したのかといったらね、そうじゃない。それから150メートルとか200メートルとか離れたところの数値を持ってきて、それで大丈夫だというふうにこう本当に信じられないことをですね、堂々と嘘も100回通せばあとは事実になる、真実になるというふうに思っているんでしょうか。あるいはそれとも国民は騙されるというふうに思っているんでしょうか。7万7千本の砂の杭を打つ、その砂の杭を640万立方の砂をまた集めていく。これだけの砂をじゃあどこから集めてくるか。沖縄県でいうと5年ぐらいの全てのものを採集したものをものでですね、やっとその量が確保できると言っています。その間もしそれこれに使うとなると他の建設工事だとかというのは全くできないという状況になります。そうすると勢い県外から調達するということになりますけれども、そうするとまた外来種の問題であるとかですね、いろいろ大きな問題がまたさらに、関わってきます。ですから、実績もこれまでの実績もない、90メートルのですね軟弱地盤の、改良なんてというのはこれはもう不可能に近い。国は今の、日本の技術レベルでは、大丈夫だというふうに言っていますけれども、しかもあくまでもこれは机上の計算であってですね、現場に行くと必ずまた、別のまた問題が邪気してくる。
机の上で計算しただけでですね、と物事が通るんであればこんな、簡単な話はやっぱりないです。これまで、岩国の飛行場もですね、8回と言ってましたかね、設計変更を、やったんだそうです。設計変更をやるたびに県知事の承認をやらないといけないわけですから、今回のものも、開業するとすると設計変更になります。玉城デニー知事の承認を得ないといけないということなんです。もう今すでに玉城デニー知事はやらないと言ってます。なぜならば先ほど撤回した理由の中に軟弱地盤が入っているという、そのことで、それから活断層がそのあるという、そういうことが大きな理由で撤回をしたわけですから変更申請が出て分かりましたというかもそういうわけにはいかないわけです。科学的にそれは証明できないわけですから、この工事はこれ以上前には進まないということなんですね。他にですね、高さ軟弱地盤とそれから活断層のお話をしましたけれども、高さ制限というのも皆さん聞いたことがあると思います。この高さ制限もですね、右から4番目の高さ制限って書いてある。ありますか。あ、ありました。どうですか。滑走路から2200のその範囲内には、高さ46メートル以上の、構築物はあってはならないということになります。これは、米軍のですね、基準にも、きちんとそういうふうにこうなっている。ところが一番左側の方には見えるところにですね、国立高専というのがあります。この赤い線でラインがこう引かれてますね。でこれがいわゆる高さ制限55メートルという、ラインなんですけれども、それの上に沖縄高専があり、高専の学生寮があり、防衛局の、事務所がある、郵便局や久米中学や久米小学校やという、こういうものがこういわゆるその高さの制限に引っかかる、こういうものがあっては基準を満たさないというふうになっているんです。そういう中で送電線鉄塔はですね、もう2年以上も前から沖縄電力と相談をして撤去するということが決まっているんですね。鉄塔は撤去するけれども、学校などはですね基準から外すというんですよこんなおかしな話ありますかということは、子どもたちの命は保障しないということを言っているのと同じようなものなんですね。このように米軍の基準からも外れている。先ほど稲田大臣が返還な役の条件のっていう話もありましたけれども、こういうところからもですね、すでに辺野古は難しい、できないという状況のことを証明をしているというそのようなそのことが、言えると思います。それから
軟弱地盤の話、先ほど言われました。羽田もそれから、関西空港も最初からああいうところは沈下するという沈むというのが計算されているんだそうですね。羽田も、10年、30年で何センチかというような話もあるそうですが、まだ10年ちょっとしかならないのに、もうすでにもうそれ、当初予定していたよりも多くの沈下がというふうにこう、報告されているんです。関西の場合はもっとひどい、7メートルぐらいこう、沈下しているというような話もありました。でこの辺野古でですね、もしそういうその沈下が起きたという場合にはどうなるか想像できますよね。90メートルの深さまであるものをですね、これまで経験のないことをまずやるということ、そうするといくらどのくらい沈下するかわからない。ただそれだけではないです。羽田や関西空港のようにですね、全体がですよ、一緒に同じレベルで沈んでいくんだったら問題ないわけですよ。でこぼこからないわけですよ。でも辺野古の場合、90メートルの深さがある。先ほど一番最初にご覧になっていただいた岩盤だらけの埋め立てありましたね。あそこはこれだけも硬い岩盤ですよ。ということはあそこは沈下しないんですよ。これから100メーターちょっといったところの部分はですね、どーっと下がる。そうすると滑走路の形はどうなるか、ね、こう下っていく、海に下っていってですね、使い物になる。だけど国はですね、羽田でも関西でも最初から想定をしてかさ上げするんだそうです。してるんだそうです。そうしますと落ちる分だけ想定してかさ上げするとですね、一体どういうことになるかというと、通常ならこうまっすぐですけれども、かさ上げするわけですから海の側はですね、こう上がらないといけないわけですよ。こんな、こういうふうに感じてですね、陥没するとこういうふうにこうなるんですから、それをかさ上げするとこういうふうにこう上げることになる。そうすると飛行場、こんなですね、欠陥飛行場、米軍が使いますか。活断層もあるという高さ制限にも引っかかる。その上に滑走路が安定しない。これだと仮にですよ、仮に工事が完成したとしても米軍は使わないでしょう。米軍どころかこれは日本だって、これやっぱり飛行機をその安定した状況で飛ばせないわけですから使い物にならない。その使い物にならないこの施設に対して今一体どれだけの金がかかるの、そして期間はどれだけかかるの、これに対しても全く国は答弁できない。この90メートルが発表される前に軟弱地盤があるからということで沖縄県が試算した工事の期間は13年以上、そして総工費は2兆5500億円。当初沖縄にこの辺野古に決まった時に国はどれだけかかるかといったら2500から3500の間ということを発表したんです。その10倍です。2兆5000億円。これが90メートルになったものが改めて、はっきりしたわけですから、そうするとこの金はさらに何千億円というか、またさらに上積みされるでしょう。これだけ金をかけたものが
作っても後は使えないというものになるとするとどうなります？これみんな私たちが、出した税金ですよ。2兆5000億円だったらですね、今の防衛予算の半分です。今の防衛予算は5兆円ちょっと余りですよ。事業一つでですよ、公共事業一つでですね、年間予算の半分以上も使う、こんな公共事業ってありますか？いくらかかるかもわからない、いつまでできるかもわからない。ですからやっぱり税金でそれも全部支払われるというのであれば、やっぱり国民はもっとですね怒らんといかんです。おかしいんじゃないかというふうに声を上げんといかないと思います。いろんなこう場所からいろんなその立場から考えてもですね、この辺野古の新基地建設っていうのはもうできっこないという、そういうことがお分かりになるんじゃないかなというふうに思います。それでもなお今日も土砂通りをするっていう通告をし、台風からダンプカーが行き来をする、それをやるために国交省の職員やそれから沖縄でいうと国交省というと総合準拠です。沖縄の総合準拠というのがありますだとか、それから機動隊海保などですね、この警備費だけで1日2000億円だそうですよ。本当に一体何を考えてるんだろうと。アメリカに対するポーズだけでこれだけのリスクを国民に負わせるのか背負わせるのかと、こんなことをですねやっぱりやめさせないといけない。それをやめさせるためには皆さん今今日のように総がかりのいろんなその運動行動を起こしている、あるいはその現地でもやっている、その他に今の政権をですね早くなんとかせんとですね大変なことになる。今日の新聞、昨日だったんですかね、安倍政権の支持率 50% と言っていました。なんでだろう、これも厚労省の勤労統計の捜査がありましたよね。なんかあれみたいにしてなんか捜査してるんじゃないかな、何で落ちないか。でもこれもまたお互い国民が許してるという、あるいは認めているということに他ならないですよね。私たちは早くやっぱり目覚めて、それこそ真の民主国家、独立国家としてアメリカの隷属で以上からですね抜け出しても、日本はアジアのリーダーとしてアジアの経済を牽引する、それだけのその力を持っていると思います。今は貿易収支もいろいろアメリカにの資源部分もたくさんありますけれども、でも市場はアジアです。そのアジアの中で日本がもっとリーダーシップを取るということになれば、今以上の経済
大国としてアジアにあるいは世界に君臨できる日本っていうのを作ることができるんじゃないかなと思います。今の忖度、これは官僚が政治に対する忖度もある、あるいは日本がアメリカに対する忖度もあるだろうと思うんですね。アメリカに対してもっとはっきりと正面から堂々と物を言う日本を作っていかなきゃやっぱりいけないだろうというふうには思うんですね。そのためにも我々は一日も早い真の民主国家としての日本を作るための運動というものを続けていかないといけないだろうなというふうに思います。この前学生たちにこんな先生がですね、大学の先生が学生たちにこんなことをお話をしたということがありました。今沖縄こそ民主主義の学校だと、あそこに言えば、あそこに行けば今の世界の日本の矛盾が見えてくる。民主主義といったら民主主義とは何か、あるいは地方自治とは何かっていうのがそこに行けば見える。民主主義の学校だというようなそのことを言って、で今、その先生方に教えられた子どもたちも含めて、ロブカジュアルさんも今ハワイで頑張っていますけれども、お互い日本でも、若い人たちが動き出しております。先の沖縄の県民投票も本山君たち若い人たちが動き出して、それを行動に移して実現をした。だん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 変わりつつあるという、これは一つの希望を私たちにこう与えてくれたというふうにこう思いますけれども、それを私たちはこれからもしっかりと続けていかなきゃいけない。で、そして私たちが望む社会を、あるいはあるべき姿を次の子どもたちに、次の世代の自分たちの子や孫たちに自信とこれを持って引き継ぐことのできるような将来、そういう社会を作るために今私たちができること、今を生きている責任世代という言われる私たちが今できることを続ける、それは先ほどもご紹介がありました、負けない方法は勝つまで諦めないことだ。諦めた時が敗北、負けなんだというようなそのことを常に肝に銘じて、これからも日本人の皆さん方と連帯をさらに強化して頑張っていきたい。どうかこれからも一緒に頑張っていただきたい、力を貸していただきたい、そのことをお願いを申し上げて、もっとたくさん言いたいことはありましたけれども時間も限られておりますので、今日はこの辺りで、締めさせていただきますけれども、ウスウヨマジョン
縛らないやなさい、みんなで頑張りましょうねということでの。辺野古土砂搬出反対全国協議会顧問の湯浅一郎さんです。お願いします。皆さんこんばんは、紹介いただきました、湯浅と言います。日頃のピースデポの活動をしているんですけれども、瀬戸内海の環境の問題が来た関係で、この問題に関わっています。で、今日の主催をされている総係実行委員会とか、あるいは国会法律の皆さんには、昨年から改めて始めた新しい、土砂搬出反対の署名への面で大変お世話になっているということで、この場を借りて御礼申し上げたいと思います。どうもありがとうございます。本当は、奄美とか瀬戸内とか熊本とか、現地で搬出反対を戦っている人が誰か来て、報告をするのが一番いいと思ったんですけれども、たまたま私在京なもんですから、私が代わりにやってくれということで、報告させていただきます。それではパワポイント、土砂全共は2015年の5月に、奄美で当初7団体が参加して、発足しました。で、どのふるさとにも戦争に使う土砂は一粒もないということを、モットーに、して、搬出予定地である香川県、山口県、福岡県、長崎県、熊本県、鹿児島県、そして、沖縄県も含めて、12府県18団体および個人で構成しています。で、なんとかして、沖縄以外からの土砂の搬出を止めようということで、この間こだわってきているのは、先ほど稲嶺さんの話にも出ていましたけれども、外来生物の沖縄島への持ち込みを止めようということを、一つの焦点にしながら、戦術的には戦いをこの間組んできています。で、署名も十数万集まって、3度にわたって国に提出したりいろいろしてはいるんですけれども、そこではその沖縄県にある、土砂条例というものを生かしながら、県外からの持ち込みを、止めようということで活動しています。で、先ほど来、稲嶺さんはじめ、それから、国会議員の皆さん、多くの方が触れられていましたけれども、この県民投票の結果、沖縄の民意は明確に示されたわけですけれども、にもかかわらず埋め立てが強行されていっているというありよう、そこにはその日本の社会の民主主義とか地方自治というものの、欠如、政府そのものがそれを破壊しているという状況があるということで、本当に特にここにおられる皆さん、私も含めてですけども、怒り心頭の状況であるということを見据えた上でですね、もう一つ私たち土砂協として重要だと思っている視点はですね、糸数さんが触れられていましたけれども、生物多様性という問題です。生物多様性条約とか生物多様性国家戦略とか、そういうものがあるわけですけれども、で、本来政府はそれを推進しなければならない立場にいるはずなのに、政府が先頭に立ってですね、生物多様性を損なっていくような行為に、率先して、取り組んでいるという、その問題をですね、
日本の民衆の半分以上の人が自覚するとき、私たちは状況が変わるのではないかというふうに思っています。で、政府は結局目の前のその安保条約とか、まあ、あるいはアメリカとのガイドラインとか、そういうものの目の前の都合によって中長期的に私たち日本列島に住んでいる市民が未来を生きていくために必要な基盤を潰していくという行為に走っているのです。これは言ってみれば未来の世代に対する犯罪行為を政府が推し進めていると言っていい。で、ロシア天橋はですね、この犯罪を止めるために、まあ、とりあえずこれまでは土砂の搬出というものを何とか止めよう、そして現在はですね、先ほど稲嶺さんのお話にもありました軟弱地盤問題が日本政府のもう無視できない問題として出てくる中で、地盤改良工事のための海砂、650万立方メートルというふうに言っていますけれども、の供給をやめさせようという新しい問題が浮上してきてまして、土砂撤去としては多分、ガン釣りの前にですね、もし始まるとすれば海砂の供給という形で、関わってくる問題があるのではないかというふうに思っています。で、今日いただいている時間の中でそのことを少し詳しくお話してみようかなと思っています。それで、まあ、一つは、まあ、多分ここにおられる皆さんもすでに自覚されていることなので、ね、若干重複するかもしれませんけれども、辺野古の新基地建設がですね、三中の意味で生物多様性国家戦略に反するものであるということをご簡単に見ておきたいと思います。まあ、私は20世紀の末になって、人類はそのこのまま生物多様性を破壊していってしまったときに、自らを含めて破滅への道であるということを国際社会として自覚し始めたのではないかというふうに思っています。で、その一つの現れが1992年、まあ、あと8年で21世紀に入るわけですけど、リオデジャネイロで行われた地球サミットの中で生物多様性条約が結ばれたということですね。現在194の国が加盟していまして、まあ、日本も入っています。アメリカは入っていません。で、多分国連加盟国197、8なんですけど、国連加盟国の中でこの条約に参加していないのはわずか3つか4つだと思います。で、日本政府はそれに、真っ先に合意をし、2008年に生物多様性基本法、そして5次にわたってですね、生物多様性国家戦略というものを閣議決定してきているわけですね。で、つまり政府はこの閣議決定した生物多様性国家戦略を守り推進しなければならない立場にあるということを、この辺野古の新基地建設をめぐる埋め立ての強行というのは全くそのことを自覚してないということが示されていると思います。で、三中の意味で違反しているというのは、ごく簡単に言いますと、一つは、まあ、言うまでもなく辺野古大浦湾の海を潰してしまう、まあ、ジュゴンはじめサンゴやさまざまな多様な生物がいる場所を国際的に見ても生物多様性の方向を潰してしまうという問題が一つ、それから二つ目はその海を埋めるために必要な土砂を取るために西日本各地十数箇所予定地がありますけれども、そこの山を崩し海に泥水が入るような形でその地域の自然を壊してしまう。そして三つ目は沖縄島にもともといないような生物をその土砂に紛れ込んだ形で、持ち込んでしまうかもしれないという、そういう外来生物の問題、この3つの側面全部含めて、生物多様性国家戦略はこれをこんなことはやっちゃいけないということが書いてあるんですね。で、まあ、先ほど稲嶺さんのお話でも、この黄色い場所がジュゴンの波跡がある場所でして、現在埋め立て工事が行われている場所に、まあ、かなりのものがありますし、大浦湾側にもジュゴンの波跡が見つかっているわけです。で、同じような絵になってしまいますけれども、
事後が、まあ、さっき徳勝さんの話にもありましたけど、3月18日に、これは西海岸になりますけれども、ちょっと印をつけるの忘れましたが、西海岸になりますが、事後の死骸が、まあ、港に漂着をする、泣き陣村というところに漂着をするという出来事がありました。で、直接辺野古の埋め立て工事が関係しているかどうかについては現在の時点ではわからない面はあるんですけれども、後ほどお話しする水の採取とかそういうものの総体がですね、ジュゴンの生息に危機に瀕死させているということは間違いない状況だと思います。で、これ、まあ、最初 の添付図書で2060万立方メートルぐらいの土砂が必要であるというふうに言われてまして、東京ドームにすると17個分というふうに言われてるんですけども、この土砂を供給しなければ埋め立てはできないんですよね。で、今現在辺野古側で進められている埋め立て工事のに使っているものは沖縄島内の本部とかそういうところから持ってってるものと、キャンプ集落の中のから持ってってるものの両方でありまして、沖縄島以外からのガンズリとかについてはまだ全く、まあ、手がついていません。で、ちなみに、当初の計画でですね、海砂については沖縄島周辺から約58万立方メートル、まあ、約60万立方メートルぐらいというふうに計画されていました。これは少し頭に入れておいてもらえたらと思います。で、持ち出し側の採石場の様子は、まあ、言ってみればこんな感じでして、これは長崎県の五島の蒲島というところの採石場の様子です。山半分がもうなくなっちゃってるわけですよ。そして雨が降れば泥水がそのまんま海に入っていきます。で、海に入っていったその海は、環境省が指定している生物多様性の観点から14度の高い海域というふうに位置づけられているような海が、予定地の約7割に相当していまして、山を破壊し海にも泥水を流すということでいうと、この地域の生物多様性を破壊していくことにつながります。で、ガンズリというのはですね、大きな石にならないようなものをこういうふうな形で、まあ、売り物にならないので置いて置きっぱなしになってるんですね。で、それを使って辺野古の海を埋めましょうという話でして、まあ、地域によって岩石の質が違いますので色とかみんな違うかもしれませんけど、基本的にこんな感じ。これは奄美の岩石なんですけど、まあ、砂と泥と小石が混ざっています。でもしこの中に外来生物が含まれていたとすると、水で洗うっていうのはほとんど不可能だと思うので、不可能ですし、そもそも 砂と泥はどっか行ってしまいますから、もともと取った土量の半分も供給できないということになるので、洗浄によって外来生物を除去することはできないというのは、まあ、3年ほど前に防衛省との交渉の中で防衛省はこのしばらく10分間ぐらい答えることができない状況がありましたけど、まあ、そういうこういうものがガンズリです。で、これの中に、外来生物が持ち、まあ、紛れ込んでいる可能性があるという問題が3つ目の問題です。時間がありませんので飛ばしますけれども、アルゼンチンアリとか灰色ゴケグモ、それからオオキンケイリ、これらはですね、まあ、アルゼンチンアリは山口県あたりが中心なんですけど、それ以外のものはほとんど予定地になっている地域で、確認されている生物でして、環境省が特定している特定外来生物のいくつかが、間違いなくもし大量に持っていくことになればですね、沖縄島に持ち込まれている可能性が高いと思います。で、まあ、整理しますと、辺野古の新基地建設のための埋め立てっていうのは もちろんその潰されてしまう辺野古と大浦湾の海がコンクリート漬けになってしまうという問題が一番大きいんですけども、加えてですね、そこを埋めるための採取地、まあ、採石をする場所ではその地域の生物多様性が損なわれていっている。そしてそこから大量のものを運んでいって、
まあ、沖縄島に持ち込むことによってですね、もともと沖縄になかった外来生物が沖縄島独自の生態系を撹乱するような働きをしてしまう。この3つの三重の意味で生物多様性国家戦略に反する行為になるんだと。で、このことは少なくとも環境省の人間はみんな知ってるはずなんです。まあ、総理府の人が知ってるかどうか私は知りませんけど、あるいは防衛省の人もどれまで認識してるのかは知りませんが、しかし国が守らなければならない生物多様性国家戦略に反する行為をですね、まあ、何千億円、まあ、場合によってはこの軟弱地盤問題を含めれば超の単位の予算を使ってやるような話ではないということ、このことをその日本の民衆の多くの人がまず知っていくことがすごく大事なんじゃないかというふうに思っています。まあ、土砂協としてはそういうことを全国各地に広めていくことが大事かなと思います。で、2つ目の問題がですね、その大浦湾の軟弱地盤問題が出てきたことによって地盤改良のための、まあ、工事が必要なわけですよね。で、その工事をやるためには海砂の供給が不可欠でして、まあ、先ほど稲目さんも言われてましたけども砂の杭を77,000本、それから敷砂のために新たに650万立方メートルの砂が必要なんだということをこれは政府は言い出しました。これとんでもない量になります。で、今日これ今日の新聞から持ってきちゃったものでなんですけど、まあ本当に残念ながら今日 この区域への投入がまあ始まっているわけですけど、軟弱地盤問題、こちら側が辺野古側ですね、こっちは浅瀬になります。で、こちらが大浦湾側になって、大浦湾はちょっと言っても急に深くなる。で、その結果として90メートルの場所っていうのはまあこの辺りになると思うんですけど、この赤でこう囲った部分、ここが軟弱地盤であるということを政府も認めざるを得なくなっています。全体の埋め立て土壌のですね、ちょっと正確には分かりませんけど、こちらの方が深いんですね。で、おそらく 7,8 割に相当する土砂を投入しないと埋め立てが可能にならないような、そっちの方で軟弱地盤問題が出てきたっていうのは、まあ、本当に致命的なことで、石橋さんも言われてましたけど2年ほど前から実はそれは防衛省のデータを、まあ、情報公開の結果出てきた時点でこれは大変なことになるというのは、まあ、分かっていたんですけども、粘りましたけどもう公表せざるを得ないし計画変更を申請せざるを得ないというところまで来ているわけです。これは沖縄タイムズの2月22日の記事ですけど、まあ、約650万立方メートルの砂が必要である。で、沖縄県内の年間採取量が、まあ、年によって若干変動があるんですけどにすると3年から5年分で、沖縄との周辺で、まあその採取量を増やしたとしても全部それで賄えるというふうには、まあ、ならないのではないかというふうに考えられます。それで、これはにわかにこの問題が出てきたので私たちも急だったんですけど、この近年約10年ぐらいの経過の中で県別の海砂採取量というのを推移を調べてみました。ちょっとデータがない年があるんですけども、まあ、一番最新のものが2016年のものです。経済産業省と国土交通省のデータです。で、最近はですね、採取量かなり減ってまして、全部合わせて1年間に900万立方メートルぐらいで、そのうちの半分を福岡県と長崎県で半分ぐらい取っているということが分かります。で、沖縄県は、16年はかなり多いですけど180ですけど、それ以外の年を見ると100万立方メートルから150万立方メートルぐらいが、まあ、大体、まあ、平均的な姿ですので、650万っていうと確かに3年から5年とかそんなぐらいの量になるわけです。で、まあ、このデータをずっと、まあ、ずっと見ていく中で推測できるのは、本気で650万立方メートルの水菜をですね供給しようということになると
がん釣りと一緒でですね、福岡県、長崎県、まあ、鹿児島県、佐賀県、山口県といったあたりが矢面に立つような形で、それぞれの地域ごとに、まあ、水菜の採取量を増やすというようなことが画策されていくのではないかというふうに予想されます。で、まあ、考えられる調達の方法としてはですね、沖縄の周辺の採取量を増やすこと、それから沖縄県外からの持ち込み、まあ、福岡とか長崎県を中心になると思いますけど、それから場合によっては鉄鋼スラブのようなかなり有害なものも含めて、そういうところに手を出さざるを得ない、そういった3つぐらいの方法の組み合わせみたいな形で何か、まあ、必死になって やっていくとすれば、そういうことになるのかなというふうに推測できます。でちなみにですね、海砂採集はですね、1970年代から80年代、90年代にかけて、今現在よりもっと多くの海砂が採取されてまして、その時の中心は瀬戸内海でした。私は、まあ、瀬戸内海の水菜採取の問題にしばらく関わったことがあります。で、瀬戸内海の教訓というのがあります。水菜採取ってどうやってやってるかというと、これは、まあ、瀬戸内海の採取船なんですけど、ポンプでですね、もう強引に吸引するんですね、まあ、水深例えば30メーターとかぐらいであっても、ここに砂体があることが分かっている場所で強引に砂を吸引します。だからそこに生活している低性の生物も一緒くたに全部船の上にもう持ち上げてしまうんですよ、もう無理やり。で、低性生物も丸ごと吸い取られて、そしてふるいにかけてですね、必要なのはある粒より小さい砂、まあ、3ミリとか5ミリぐらいのふるいにかけて、それより大きいれきとか、あるいは濁り水、これちょっと分かりにくいかもしれませんけど、濁水がもうそのまま海に垂れ流されている状況なんですけど、そういう形で採取をしていきます。で、その結果としてですね、この海底の砂地を生きる場にしている生物、まあ、瀬戸内海ではイカナゴというのが一番典型的なんですけど、の生きる場所を奪ってしまう。で、そのことによって生態系のバランスが崩れる。それから濁った水が毎日その、まあ、放出されることを通して周辺の透明度が低下し、藻場にくっつくことによって藻場が減ってしまうというような現象が起こりました。で、これはイカナゴなんですけど、明石の釘煮っていうので、割と全国的にも知られてるかもしれませんが、イカナゴというのはですね、初夏になると夏から秋にかけてこうやって砂地にですね、体の半分を埋めて夏眠っていうのをするんですね。夏眠る。熊は冬眠ですけど、普通の逆ですで、冬になると1月2月頃にこの砂の地のところに卵を産みつけるんです。で、2年とか3年の生活史を持っているわけですけど、産卵をする場所、それから夏眠をする場所を全部奪われてしまうということが起こって、イカナゴの資源量がめちゃくちゃ減りました。で、これは兵庫県と岡山県を比べたものなんですけど、実は兵庫県というのはですね、そのイカナゴが非常に大事な、まあ、明石の国にじゃないですけど大事な場所であって、水産試験場の、まあ、ある方がすごく熱心で、この海砂採取をやっちゃダメだということをずっと禁止し続けてきたんです。で、その結果なんとか維持してるわけです、まあ、若干減り気味なんですけど、しかし岡山県とか広島県とか愛媛香川はこんな感じで1980年代になるとガタガタになって、その後ほとんどイカナゴがいなくなってしまうというようなことになりました。で、まあ、生態系ピラミッドというのはこんな単純ではないんですけど、植物プランクトンがいて、動物プランクトンがいて、それを食べる、定時の魚、まあ、ここにイカナゴとかイワシがいるんですね。で、それを餌としてタイやサワラがいて、さらにスナメリクジラみたいなものがいるという、こういう構造があるんですけど、この中のイカナゴの部分が減ってしまうことによって、この海藻のところにクラゲが入り込んできて、クラゲの異常増殖をしたのではないかというふうに考えられています。で、そのクラゲが増えるとですね、タイやサワラはクラゲを食べてくれないんですよ。
で、クラゲは死んだらまた元に戻るだけ、水の世界に戻るだけっていう話になって、生態系ピラミッドの構図が維持できない状態になってしまう。で、つまりその生態系の構造をこうガタガタにしてしまったっていうのが瀬戸内海での、その水の採取の経験として分かっています。で、そういうことをなんとか食い止めようということで、まあ、沖縄の平和市民連絡会はこの3月の沖縄県議会にですね、沖縄県での海砂採取の総量を規定しようと。今総量規制がないんですね、沖縄県は。で、その結果もし政府が金を出してどんどん沖縄周辺で採取してくださいよっていう話になっていった時に歯止めがないということで、沖縄では海砂採取の総量を決めて、これ以上は取れないよというようなことを県議会に働きかけています。それから土砂提供としては、まあ、この間、一応曲がりなりにも海岩釣りの供給されると予定されている地域すべての市民団体が、連携をして土砂提供を作ってるんですけど、それぞれ県にヒアリングをするなどしながら、自分の県からの海砂の持ち出しに反対する運動をこれから作っていこうということで準備をしています。実は5月25日に奄美大島で第7回かな、第6回かな、総会をやることになってまして、この5月25日というのは、ある種の統一行動のようなんですけど、私たちは奄美に行かなきゃいけないんですけど、そこの総会でこのことについての議論をすることに、なっています。で、その場合もですね、ガン釣りと同じように海砂にまみれ込んだ外来生物が沖縄島に入らないようにするという問題を直接的な争点にしながら、まあ、いろんな運動ができるのではないかというふうに考えています。で、最後になりますけれども、この3月18日、ジュゴンがですね、泣き陣村というところの港、ここは辺野古の新基地建設という定地になりますけど、この辺りになるんですけども、に死骸が漂着をしていたということが、まあ、本当にまだ1週間も経ってないんですけども、これまでこの間確認されている3個体のうちの1つではないかというふうに推測されているというふうに言われています。で、これは本当に糸勝さんのお話ではないんですけど、本当に痛ましい状況なんですけれども、この辺野古の埋め立てだけではなくて、海砂の採取というのも100、まあ、年間100万立方メーターぐらい毎年取られているというようなこと、そういうものの総体がですね、このジュゴンの生息北限といわれる、ジュゴンの北限といわれる場所の沖縄島周辺での生息にとどめを刺すかもしれないという状態に今なっているという、まあ、本当に危機に瀕している状況、私たちが人間が作り出してしまっているということをどうしていくのか。で、政府は本当はこのことを生物多様性国家戦略、生物多様性条約を推進する立場からもっと重視しなければならないわけですけど、ほとんど無視の状態になっているわけですね。で、まあ、私たち土砂全共はとりあえずはこの辺野古の新基地建設を止めるために、沖縄島以外からのガン釣りや水など供給を、まあ、なんとか食い止めようという運動を進めていくわけですけれども、まあ、それだけではなくて、政府が進めているさまざまな施策を生物多様性基本法とか生物多様性条約に照らして妥当なものなのかどうかというものをチェックしていくようなですね、運動を日本全国で作っていく必要があるのではないかというふうに思います。で、先ほど瀬戸内海での生態系のバランスの崩れについて少しお話したんですけど、それをもたらしているものはですね、自然というのは縫い目のない織物、シームレスなんだと思うんですね。まあ、今安保法制の頃から日本政府はシームレスという言葉が好きになってるみたいで、安保法制問題でシームレスという言葉を聞いた時は私は腹が立ってきましたけど自然というものはやっぱり縫い目のない織物なんですよね。どこかに傷ができるとその傷を補うように全く直接的には関係のないような問題が出てくる。イカダムが減ったことによってクラゲが増えてしまう、
そのことによって生態系のバランス全体が崩れていってしまうっていうような、そういう構造を持っているっていうことをちゃんと認識をしながらですね、私たちが自然との関わりをどうしていったらいいのかというのを本当に考えていかなければならない今時にいると思います。辺野古の海は海洋保護区にすべきだし、埋め立て用の土砂を西日本から持ち出すことはやめる、そのことが、まあ、これから先次の時代を生きていくためにとっても重要なんだっていう、そういうことを認識するような市民を一人ずつ作っていかなければならないと思います。まあ、そういう意味で今生物多様性という観点から国のあらゆる政策を吟味することが、まあ、人類社会のありようを見直すことになるのではないか。でその典型的な事例としてですね、辺野古の新基地建設のための土砂採取搬出問題というものをチェックしていく必要がある。でその仕事は人類の次の時代を切り開くために不可欠な作業の一端を担っているというふうに、そういう認識を持って土砂全漁としてはこれからも取り組んでいきたいと思います。でそのことを通して沖縄の皆さんの戦いともつながっていきたいと考えております。どうもありがとうございました。人間の尊厳の破壊だけではなく重大な環境破壊までしているということがよく分かりました。もう一度大きな拍手をお願いします。それでは遅くなってしまったんですけども、最後に、ですね、今後の行動提起を選議委員会の勝島和弘さんにお願いしたいと思います。勝島さんお願いします。長時間にわたる集会への参加大変ありがとうございました。現在国は基地はいらないとする多くの沖縄県民の民意を踏みにじって、土砂投入を強行する。そして今日3月25日からはいよいよ第二工区への本格的な土砂投入に進んでまいりました。一方沖縄県はこの間県民の基地はいらないという民意を背景に、なんとか政府との会話によって平和的に解決をしていこうという話し合いの場を政府安倍首相に対して求めてきたわけでありますけれども、残念ながらそのことについては一切耳を貸さず、すでに基地を強行している基地の建設土砂投入については継続をするという中にあって、残念ながらこの話し合いによる解決については諦めることとなり、この間県は埋め立て承認撤回の効力を国が停止をした、このことについては違法だとして22日この効力の停止を取り消す、そのことを福岡高裁奈良支部へ提訴をしてまいりました。いよいよ県とそして国の関係、さらに辺野古新基地建設をめぐって大変緊迫した状況が続いていくわけでありまして、私ども総係実行委員会あるいは新基地建設に反対をする多くの皆さんとともにですね、この首都東京でさらには沖縄でそして全国でさらにこの辺野古新基地建設反対の取り組みを強化をしてまいりたい、この立場から当面する行動について5点提起をさせていただきたいというふうに思います。一つは安保法制強行採決以降継続をしてまいりました19日行動についてでありますが、この3月以降も国会前の取り組みなどを通じて辺野古の問題そして沖縄の課題について訴えてまいりたいというふうに考えています。ぜひ多くの皆さんこの19日行動に参加をいただき、安保法制の廃止と憲法改悪に反対をする、そして辺野古新基地建設を許さない、そういう声を上げていっていただければというふうに思います。そして2つ目が5月の25日になります。今日主催をしている三大胆によって引き続き、国会前で、辺野古新基地を許さない、そういう包囲行動を実施をしてまいりたいというふうに思います。もちろんこの集会にはですね、院内の議員の皆さんにも多く参加をいただくわけでありますが、この東京での集会だけではなく今沖縄とも調整をさせていただいておりますが、この日は沖縄で
そしてあらん限りの全国の運動隊や市民の皆さんが一斉に5月25日基地はいらないという声をですね、全国で上げる、そういう取り組みとして今準備を進めているところでございまして、ぜひ多くの皆さんのこの5月25日の全国行動への参加も重ねてお願いを申し上げたいというふうに思います。そして3つ目が政府に対する公開質問所の戦いであります。現在文化人の方、学者の方を中心に今在日米海兵隊沖縄辺野古新基地建設に関する公開質問所、これを準備をしております。この3月中には質問所の内容について取りまとめをし、4月に提出、そしてできれば4月中には防衛省、そして外務省やなども含めた対政府交渉をこの質問状をもとにして取り組みながら、私たちの辺野古新基地建設を許さない、その戦いの一助にしてまいりたいというふうに思います。ぜひこの戦いについて今日多くの皆さんの注視、この戦いについて注視をいただくことをお願いを申し上げたいと思います。そして4つ目の課題でありますが、ルル、今ほど湯浅さんの方から提起をいただきました政府に対する請願署名の取り組みについてであります。辺野古の海が破壊をされる、そして同時に土砂が持ち出される地域でも深刻な環境汚染や生態系の破壊が進んでいます。すでに昨年からこの土砂搬出に対する署名運動、請願署名に取り組んでまいりましたけれども、いよいよこの署名の提出時期が間近に迫っております。すでにご協力いただいた方多々いらっしゃると思いますが、今日の受付でこの署名用紙配布をしておりますので、一度署名いただいた方もご家族の方やご近所の方、まだ署名にをご協力いただいてない方についてはぜひご自分の分としてですね、お持ち帰りをいただき集約をお願いしたいと思います。そして最後になります。すでにご案内をさせていただいておりますが、沖縄辺野古から見る日本の姿、この本を総掛かり実行委員会として2月19日発行に踏み切ることになりました。沖縄の課題、歴史も含めてですね、この一冊の冊子で取りまとめをし、今日の会場の外でも販売をしております。一冊800円で販売をしておりますので、ぜひこの本についてご購入をいただく、このことを最後にお願いをしてですね、私からの当面する課題の提起とさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。それでは皆さん、日本政府による諦めの植え付けを沖縄の人々と連帯して、私たちははっきりと脳を突きつけていこうではありませんか。本日は大変